はい、どうもこんにちは、セブンです。ということで今回は公園とかによくあるジップラインの作り方を解説したいと思います。で、このジップラインは実際に使えます。なので川を渡ったり山までの移動手段として作るのがいいかと思います。ちなみに長さ制限はありません。なのでまあ気が向いたらぜひね作ってみてください。ということで行ってみましょう。